はい、ひとつき万里親です。今日はですね、イギリスの新型コロナウイルスの感染者が1週間で6割超増加。で、これ私、自分で調べてみたんですけど、2週間で2倍になってます。7日間の平均推移がね。<ー>で、2週間前は、えー、っと1週、1日2 2000人ぐらいだったんですよ。それが、えー、今、4000人ぐらいに増えてきていてですね。 まあ結構な状況になっています。で、えー、ロックダウンにね、あのー、慎重な姿勢をね、ボリス・ジョンソンさんはこう示している。そんな中で,ですね、えー、日本はですね、竹中平蔵がですね、尾身会長の五輪発言批判をですね、明らかに越見行為だ、ひどいとかって言っててですね、お前らなんでそんなに平気なのっていう <laughs> <見> 行為とか越権行為って何よ <laughs> っていうね、まあ、う何,何のことやね何何何が越したいや、わからないですね、まあ、ちょっとですねこの日本の、あの世界のですね、要するに、えー、インド株と言われてたやつはデルタ株というようになって、ですねそれがイギリスで広がっていてですね、でまあ、それで結構やばいぞとか、ワクチン打っても広がってきてるやんけっていう状況の中ですね、大、え、見、ー、会長が、うん、あのオリンピック、パンデミックで普通にやらないよねとかって言ったらさ、竹中平蔵がさ、 越権行為って、越権行為って、ってかそもそもなんかさ。てね、あったの。おみさんって。<laughs> 最初から <laughs>。なもなかったんじゃない。うん、ねえ、越権っ,って。あ、コメントがなかなか面白いな。うん。おうえー、ちょっと読んでみますね。そこ目ですか。はい。えー、コメントって、竹中氏のコメントが面白いんですよ。竹中氏のコメントですか、はい。竹中氏は。この間の座長の発言なんか、ひどいじゃないですか。 だって分科会がオリンピックのことを決めるわけじゃないのに明らかに謁見です。は <laughs> もう日本語としてよく分からんがその上で本当にエビデンスがないと私も思いますけど人流を止めればいいんだとかなってるでしょうしかし人流を止めてロックダウンした国でも抑えられなかったんですよこれがまず嘘というお店の人流と感染拡大に関してはエビデンスがないとまで言い取ったもうなんかこの 一段落の中に大量のこの嘘と手間が入っていですね <laughs> まず中国はっていうその <laughs> 中国を抑えたやん抑えてるよねめっちゃロック世界一厳しいロックダウンしてたよあそこうんまあこの人の発言でさあの正社員が簡単に首を切れるようにならないとね経済は成長しないんだよっていうふうに言ってたじゃないですか お前、これの経済成長の時をきは正社員だらけだったんですけど、あれは一応ね、なんであんなこと言うのかり経済学の教科書に書いてある嘘そをそのまま言ってるんですけど、賃金は生産性と同じになってるっていう。 銀行においてねうん、うん、のとそれからその資本間の移転っていうのは利益率と起きるから、うんうん、その利益率が高くなってるところに行こうと思ってるのに正社員の首切れへんかったら、うん、社員の首切れへんかったら移行できへんやんけっていう、うん、まあその脳の中がそういうモデルになってて、うん、でそのモデルは現実かどうかなんか一切関係なくですね、うん みたいなことを言えるというこの完全ちがい経済学者状態になってるということで一応理解はできるんですけど <laughs> そうですね、はいうん、一応理解できるんだけどうんうん、うん、こいつ頭おかしいなって理解はできる <laughs> 今回のはどうですかどう,う,う,、うん、ういうふうに頭おかしいのか分かるわけだ教科書にもの見にしてはんねんなっていうでその教科書のもの見にして人隣つけられることかすごいなーとか言ってうん、うん、教科書を疑うためにあるでしょう学者はって <laughs> <かに> <laughs> えー、二流ってすげえと思うんですけどーいやーそのそのね今回のこのこのこの怒りはですね、うんうん、その意味が全くは何を <laughs> <よ>何を何を考えてはんのかが全くわからないという、うん、ねあのー、正社員をねくびきれるようになったら経済回復するんだっていうのはまだ。 ああこういう嘘を信じてはるのね、この人はっていうことで、理解できる、うん、だけど、こういつことは、今回の、まあ、この間、のやつは何を言ったか、もうちょっと説明するとですね、うん、経済成長というのは産業簡易点で起きると、利益率の高いところに、利益率の低いところは資本が移動したら、経済が成長すると、うん、っていうふうに信じていてですね、うんで、成長したら生産性が上がるから、そしたら賃金も上がる、うん、うふうに信じていてですね。うん でその資本の移転を防いでいるのは、その労働者雇用であるとうん、うに信じていると、うんで。これだけ信じたらですね、あのあれいうふうになれんだけど、ようそんなこと信じられんなーっていう。俺、現実の経済、そんな見たことないんやけど。 率が高いから移転するとか意味わからへんしとか。<laughs> 社員釣ると移転するからね <laughs>。行動していきなさい。社員つるともう移転してきたから、うん。てから社員が移転してたんですよ。<laughs> もういい。もうそこの突っ込み下手。別の動画だから。<laughs> <もう S 1> 今日だからは。そういう、そういうことを、一応。そんなこと信じられんのやったんなるけどさ、うん。うん、今回のやつは、その、その、そのモデルがわからないです。頭, <laughs> 頭の中のモデル。もうちょっとじゃあ、ちゃんと考えていきましょうか。 まず、うんえー、この間の座長発言なんかひどいじゃないですかだって分科会がオリンピックのことを決めるわけじゃないのに明らかに越見って言ってるじゃないですか、うん、こ,のこれさ、あのー、大事なことがい、ま、分析するとですねまず分科会に権利、うん、権力ないですよね,うですねだ権限がそもそもない。ないで言えることは意見だけ、うんで 意見を言って謁見だと言われるんだったら見見にならない意見と見にななならい意意とるるがあるわけですよそう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 つまり御用学者としての部をわきまえる俺は御用学者でここまで偉くなったんだ売却な平蔵そんな感じかなそういうことやねだからううここつまり御用学者というのは <laughs>、うん、時の権力者に都合のいいことをだけを言って、うん 辞儀を得てときめくというですね、うん、これがご用学者だろう、お前何考えてんだって。つまり、ですね、お野さんと竹中平蔵でいくと、御用学者レベルは竹中平蔵の方がはるかに上であると、<laughs> そうそうそう、これが証明されましたね。だ御用学者って何かを、うん、巻き込めって、枠き込まえろよ、こらっていう。そういうことですね、これは。なので、で意見をしか言えないところが、何について意見を言おうとも、それはい いにはならんよ、ね、もうけんにはならんよ。まして相手は日本政府だよ。何 <laughs> 言由てもええやで分科会、うん、特にだからこのあの分科会っていうのはそのなんていう分科会があるコロナウイルス感染症対策分科会だったかなでコロナウイルス感染症対策においてですね。オリンピック ががああるるかかないいってのは重大に関係があるじゃん <laughs> もういやこれは関係ないけど感染症の対策は考えましょうって無理だっつって無理やよねやっね <laughs> 無理無理絶対理だって例えばだからさあのこれその緊急事態宣言出した方がいいですよとかっていうのは店の営業とかにね、うん、影響があるわけでしょうあす誰はそのイベントの開催に影響があるわけでしょうん、うん オリンピックは関係ないとかっていうの意味わからんやね、うん。だって、なんでそもそもゴールデンウィークにさ、緊急事態宣言かぶらしたかっていうと、人で減らすためなんやろ、うん、言うてて。だから、文科会がやらないといけないことは、うん、コロナウイルスの拡大につながりかねないことについては、拡大し,、うん、しますよ、これはってうん、うんで。拡大に これは大丈夫じゃないですかとかっていうのが多分文科会の求められてることだとすると、うんうん、オリンピックややるとやばいかもしれませんよそれはっていうのは当然仕事仕事普通 <laughs> 当然求められてることですよねれ、うん、それについてそのもう一件声だーってっきり立つっていうのは、うん、あやっぱこの文化会っていうのはな 政府のやることが正しいっていうのは仕事なんや、ほらっていう、ね、<laughs> そういうことを叫んではるんですよ、こ <laughs> まあ、実際、海さんはそうし続けてきたからね、うん、し続けてきたよ、<ー>間違いなくし続けた、それでも無理やって思ったんや、<laughs> <laughs> <laughs> もう勘弁、これ勘弁っていうふうになったんよ <laughs> うーん、だから、ね、謁 <laughs> 見行為という言葉の裏には、やっぱそういう意味があるってことですよね。いや、これね、なかなかね、さらに続きもすごいよ。 うんさらに怒りは収まない様子で分科会がまた変なことを言う可能性がある社会的に専門家だと思われているからと皮肉り。 分科、えー、会に対して反対する決断をするのが政治的に難しくなる可能性があります。もうなんか言ってて笑えてくるんやけどさ <laughs> 専門家として個人で言うのはいいですしかし国会で分科会の座長として言ってるんですからあれは明らかに乗り越えていますよとヒートアップもうなお前は何を言ってるこれなやばいね。 やっぱりその分科会の座長として国会で発言する以上は政府に都合のいいこと以外は言っちゃいけないっていう、うんうん、そういうことでしょ、これ。完全にうにことでし言ってるうう、ねうん、うん、だ政府に都合の悪いことを言うのは一見、行為なんで言うと、ん、きは国会じゃなくてまあ、メディアとかにこっそり言ういいこっそり言えと。なんやったら匿名でリークしろと。ブログに書くぐらいにしといてっていう。すさ <laughs> まじいな、こと、うん、だ国会で言うっていう以上は、まあ、そういうことなんですよね。国会で言うということは。うん その政府に都合のいいことを通するためのポリトは、まあ、そういうことですね、まあ、国会っていうのは基本的にそういう場なんですよ。うんうん、で、議員、まあ、国会に限らへんねんけどね、うんあの、私がだからあの東松山の市長選挙に立候補しようと思ったといろいろ人から話聞いてわかったんですけど、うんうん、議会というのはね、うん、市長派が多数の場合はなくていいんです。うん どうせそのまま決めるじゃないですか。なるほど、うん、で、首相派が総少数の場合はですね、うん、どうなるかっていうと、うん、役所はですね、議会に納得してもらうために、膨大なエネルギーを使うんですよ。うん、だから、どうするとか、うわー、ここは,あ休はなんとか、なんか休みとかとか言ってやらないといけないから、うん、その役所の仕事の妨害になるわけです。んだからその なので役所の仕事という観点からするとない方がいいわけですほど。だから市長が、市長派が多数を占めてる議会はあってもしょうがない、市長派が少数の議会はない方がいいということになってるんですね。なるほどなんかおかしくないですれいや、意味不明なんですけど、聞いてて理解って苦しいもん、じゃあもう最初からなくてええやんっていう感じなんですね。 これ議会、いやそあかんのちゃうかみたいな、うんうん、で,でもそれで大前提なんですね、その日本の政治においては。うんうん、なので、その、ね、だから議会派、あの市長派とだから二元制だからね、うん、二元代表選判で、市、うん、長市長選挙と議員選挙は別に行られるから、うんはい、ねじれると、ですね機、うん、動しなくなるんですよ。は ねじれない両方押さえると、あってもしゃないんですよねそうね、うん、うん、れこれなんかこれ、根本的になんか、間違ってるんちゃうかとか思って。いや、しかし、この竹中平蔵さんの分科会がまた変なことを言う可能性がある、うん、社会的に専門家だと思われているからと、皮肉りって書いてるんですけど、これがあの、うん、皮肉だと思う時点で、結構いかれてないですかね。 これはだからですね、うんあの、実際を知ってるからだと思います。おお、なるほど。政府の分科会に呼ばれるやつは、専門家ではないっていうことを知ってるんですなるほど、なるほど、なるほど。うんうんうんう用学者は専門家じゃないんです、うん、なるほど。あそれを知ってるから、こう言ってると。そう。うん自分も専門家でもなんでもなかったから。 なるほどな経済学者は特にそうなんですけど、うん、その誰に都合のいい知識を提供するかっていう、うん、ことで立ち位置が決まってくるわけですよね。なるほどでこういう政治的こういういこれが真理だと信じてるから、うん、それを発言するっていうことにはなってないんですよ。うん でこういう知識体系は、うん、この人、こういう政治的なのに有利なので、うん、そういう人もが有利なように、その原説を用意してあげるっていうことに立ってるんです、ね、なんかその話聞いてる限り、めっちゃ営業マンっぽいんですけどそれは澤高光という人が昔あの、あ何なんったかな、経済学のなんとかっていう、兄弟の先生がですね、えー、私が学生のっかやったかな。 新書に書いたってさ、ね、経済学って何なのかみたいな、うん。まあ要するにその出世するような人間、け学者っていうのはその時の権力者に都合のいいことを言うためにおるんであって、おみいやわとその別に権力者に限らないんですよ。権力者に限らない。だから権力に反対する人に都合のいい議論を構成しない。なるほどなるほど、うんわかるわかるそれはすごくわかりますね。うん、うん、でそのでどっちかはどっちかは分からへんねんだけど。うん 経済学の仕事というのは、そういうものに対してその理屈を提供する仕事なんだみたいなことを、経済学とはなんだろうかというベストセラー勝手ってですなるほど、でこんな学問やる必要ないよ、全人類に、全国民に対して都合のいい、その何、耳障りのいいことを言うだけっていうことか、要するに誰かに、ね、誰かに対して、ある種一定の、例えば左翼だった左翼に好きなもの、右翼だった右翼に好きなもの。 えー、貧困問題理屈を提供するっていうのは経済学の役割なんだみたいなことなるほど書いてあってですね、なうんなけにこんな落語するかボケーとか思ってま、ね、ますそう,そうね、心 <laughs> 理に基づいて。いい兄ちゃん、うん、とか思って、<laughs> びっくらこいだんだけど、うん、でもまあ、経済学の歴史を振り返ってみれば、そういうことなんですな、うん 立場がまずあって、うん、その立場に都合のいい言説を提供する、うん、その立場で右とか左とか真ん中とかいろいろあるよね、うん、みたいな、うんうん、そのようにして経済が展開してきたというのはその通りなんですよ、うんまあ、でこのねあの、うん、竹中さんのもう一個の発言が結構強烈でですね えー、五輪はやる、開催か中止議論自体が不毛、世論はしょっちゅう間違ってるっていうのがあってですね。うんうんうん。<laughs> いや、お前らも間違ってるよね、いっぱい、<laughs> しょっちゅう。めっちゃしょっちゅう間違ってるよね。いや、これ、竹中さんが何を言ったかというとですね、なんでオリンピックをやるかやらないか、あんなに議論するのか、私にはわからない。だって、オリンピックは世界のイベントなんですよ、世界のイベントをたまたま日本でやることになってるわけで。 日本の国内事情で世界に五輪やめますというのはあってはいけない世界に対してやるといった限りはやる責任があって世界の五輪を、えー、新型コロナ感染拡大という日本の国内事情を理由に中止するなどはありえないもう気に狂ってるよね <laughs> ちょっとっもうの日本でしか流行ってないと思ってんのよコロナって日本の国内事情だったのいやすごいよなだわけないやろこれ 頭おかしいよねしかもだからその世界のじ世界のイベントじゃないよね<の> IOC がやってる IOC のただの商業イベントですよこれねえいやこれちょっとつかみでさちょっと話をねあのしようかなって思ったんだけど想像以上に発言がやばいやばいねでもすごいことだなったんのね、うん、だかなんかその でその学者の中でですね、うん、まさ、あ、かその経済学なんかはその構造的に御用化してるわけですただしそれはその権力者の御用か反権力の御用かあるんだけど、うん、御用であることには変わりがない、うん、反権力の御用学者っていうのもいますからねそれだとだからその真理かどうか最初から書けないだろうみたいなことがもう多くの経済学者はそう思ってるしうん、うん、竹中平蔵とかになったらもう そのハハハハハそんなものがあると思ってんのかなーみたいな感じで出世できるかどうかはボケーみたいうんでそので、まあ、出世と割り切ればご用学者にありますよねいやそら俺もさなんで金儲けのために魂を売れないんだろうって毎日がやってますよであのー、でその その金儲けとか権力のため魂売らんとかそんなやつは負けるなていうのが橋本とかもそうですねまあだからそういう発言なんでしょうね。でそれでそそのででれ国会のです政府の審議会と呼ばれるとかさ親が呼ばれるという段階でですねもお前は同様学者として魂を売ったからこそ呼ばれるんだと。 でそれを前提に考えるとですね<う>その魂を打ったようなやつはさ、うん、もう専門家じゃないよねまあ専門家ではないしまあ操り人形、うん、だから、うん、だから専門家だと思われてるからねっていうのは、うん、皮肉なそういうことを意味してるんですよ、うん、でもで、まあ、それは皮肉だけど皮肉になっていないのは <laughs> お前がその親玉やろ。って一番打ったよねっていう。鼻 <laughs> きそう、くそう笑った、このことや。でも、あの、竹中さんの頭の中では。うん、えっと、そうじゃないんだと思うんですよ。うん、で、それは自分の。心理とか信念とかを貫いて、ここに来たと思ってるんです、ねうんうん。でも、その気持ち、安冨さん。はい、私、竹中平蔵を擁護しますけど、すごくわかります。わかるんですか。何でかわかる いやだってさ竹中平蔵がねこう男で一つ和歌山から出てきてさのし上がってきたわけですよ、うん、いろんなご苦労もされたよその中でいじめられもしたでしょうそういう中で一生懸命跳ねのけて跳ねのけて上までやってきたわけですようん、うん、それはねやっぱりね竹中さんなりの信念がないと、うん、これできないですよエネルギーでし私はね実はね実 あの大学卒業してベンチャー入って潰れかけの会社をさ、ええ、大きくしてさで若くしてさ、えー、社会人3年目ぐらいで年収1,000万いったじゃないですかその時に私が固く思っていた信念ね金が稼げないやつはやる気がない自己責任だって思ったから。 なるほど。<laughs> 完全に思ってたで。そんな風に思っててさ、あの貧困とかね、機械損失とか、生まれた時のね、平等性とかね、そういうこと何にも考えずに、いや、頑張ればできる。だって俺も不登校でいじめられてて、かつ偏差値が低くって、えー、父親にもすられた。でも、それでもここまで頑張ったからできたんだ。って思ってたわけです。よでもね。 でしかもそれでさ起業したらさ年収がさ3000万7000万1億円とかって上がってったわけようんギュイーンってねあの鼻高々になっていくわけはい、はい、でもね原発事故見てさあ間違ってたなこれってああ<ー>これはこれは,これは俺は原発事故が起きてねリーマンショックぐらいじゃ揺れなかったのよ私はあれは金儲け失敗したやつらやと思ってたんやけど、うん、原発事故起きてうん うんうん、この津波の被害と原発の被害に遭われた人に頑張らなかったお前が悪いってこれ絶対言えないよっていううに思ったから<ー>でもね竹中さんはそれでも頑張らんといかんのやっていう,う多分思っててだから竹中さん気持ちはわかるよわかるけど俺はそれは持たない為政者は持ってはいけない方向だと思うよ。 もね、でもそうじゃないとまあ、権力者になれ,よ、ね、なれんけどね、なれんけど、うん、でそれで、高中さんの場合は、だから、うん、その経済学というものが帯びている権力性というものを、うん、無批判に真理だとして受け入れることによって、権力に合致する言説を振り回すことは、うん、真理に合致してるっていうふうにねじってたのに、もう一回ねじってあるんだと思います。うんお うん、それぐらいまでねじるなあかんかったな無理やね。でそれだからこそこういうふうにでそのでだからせ自分でね最終的には政治家でもなってるじゃないですかだからその政府に呼ばれてる御用学者レベルのクソ学者とは俺は違うんだっていうふうに線引きがるな,るほ <laughs> なるほどなるほど。うん だからこういうものがこう、こういう日に来るってこれつまり政府に呼ばれてるような学者どもはみんなただのクソ語用学者だっていうことを,、うん、を知ってるからこういうわけですね。うん、で、自分もそのクソ語用学者の端くれであるってことは眼中にないんです。うん、なぜなら自分は政治家になったからね。なるほどそう、うんで。その、そのシステムに合致した信念を抱いてたから、 これの図院まで御用学者でいられたっていうことは気がつかないよね、そうなると。なのでこういうこと言ってるんだと思うんですけど。いやで,にで、それからさらにさらにね、いや、あのー、この、えー、世論のね、だえー、あ<ー>6、7割が五輪は中止だと言っている、世論が間違ってるってことっていうふうに落語家の立川志らくさんが尋ねるとですね、せな、うん、中さんが、 世論は間違ってます。世論はしょっちゅう間違ってますからっていうふうに断言するんですね。ーーいやー、この堂々とこの嘘をはけるっていうのがすごいね。世論は間違ってる。世間違ってるいや世論は間違うことあるよ。でもさ、<laughs> 世論は間違っていて政府のやってることは正しい。そんなバカだ。それがすごいよな。<laughs> まあこれはでも官僚の信念やね。官僚は常にそう思ってるよ。う 官僚、うん、システムは正しいけど世論は時々時間違えると信じてるよね。なるほどね。まあ大蔵省の一番真がだからな<ー>それ。そうそうはいはい、はい。はいはいはい。いやだそう考えるとこの尾身さんとかさ<お>見てたら分かるけど政府の操り人形みたいだったもんじゃないですか。うんそうねでその操り人形がさついに人の心を取り戻すぐらいの時ってどんな時なのかっていうと。 そこにお前座っとけ、や釣り人形としてって言って、はい、わかりました。好きなように、あの、ここでね、あの、政府さんの言う通りにやりますって言ったけど、さすがにさ、津波が迫ってきたらさ、お前そこ座ってたらええやつって、いや、その、えっと、津波が来てるんですけど、みたいな感じで、だんだん、あわてふた行くようになると思うんやけど。なっで小見さん、高齢者し。<laughs> そうやね、そうやね。<laughs> まあ、ワクチンには売ってるんやけどな。 でもまままあああコロナ怖いいしななってよやそんなことだってこれマジで私死ぬかもしれないからいやってこんなところでオリンピックしたら死ぬかもしれないからいやとかってなるよなもう<ー>、まあ、なってんねやろねマジ怖いんやマジ怖いんやのまあで別の動画で東京に住んでるしなね触れたけど橋本オリンピックの橋本会長が いや私は100%やるつもりですけど IOC とか東京都とか日本政府が、えー、とやめろと言えばいつでもやめば <laughs> 大丈夫場合、ね、<laughs> あの人たちですら怖がってるやっぱ竹中平蔵やっぱ根性ちゃうね1個なんで自分だけはやっぱねあれこの人とか、うん、高橋陽一,一とか、うん、あすごいなと思うんですけどなんでなんで平気なんてななんで怖な,、ね、ないのっていう。 かかった死ぬねんで、結構隠れちゃう、お前ら結構高齢者やろって言うん、ね、で、<laughs> ワクチン打ったからっつったって、ね、絶対聞くとかけらね変や,ややこしい変化を出てきたら、わけ分からんことが起きるかもしれへんとか、うん、そういう、そういうことは考えないんだよね。うん、そんなこと言ったら、原発ができるかっていうのと同じ信念やと思うねんけど。うん、まあ、ただね竹中平はパソナの、うん あのパソナ経営してるじゃないですか。うん、ねで、パソナ経営してるので、五輪のですね、うん、人材派遣関係は全部パソナなんですよ。ああ、そうかそうか、困るんやな。そうか、そうか、ことも簡単やな。それは、<laughs> そっちのほうそらすぐ困る。うん、だけど、うんうん、にしてもこの発言したら、高橋い一は何も経営してないやんか。うんまあ、一応、なんか個人のコンサルタント会社ってかうん、うん、それ関係ないよな。そんな利権にまみれてるわけでもないやろし。 だから竹中平蔵は、そのこでも、安富さんの言ったこともリンクしてると思うよ。あのどういうことかっていうと、それだけさしねじれた信念を持っていたからこそ、パソナの会長まで行けたんだよ、含めてうん、大した会社じゃねえからな、パソナって。 売り上げ3300億で営業あの純利益が50億になるかもとか言われてさ、さ自慢されてもハはハは,っ,は,っ,はっ,って感じやと。<laughs> <laughs> <laughs> あそうすか。えっ、えー、と、利益率、準利益率1.8%。ああ、頑張ったね、すごいね。う絶対、絶対なんか、株でも買った方が。<laughs> <laughs> 絶対。アメリカの株でも買った方がいいよ <laughs> え。ちなみに去年。 が、ええー、三千三百、前期がね、三千三百億円くらいの売上で。ええー、五億円の売上、ええー、純利益だったんですよ。驚きの、<ー>えっと、零点二パーセントの営業利益ですね。おお、さすがに。コロナで。でね。 でだけど、今年今期に関しては予測ですけども、それがなんと10倍になった、俺の営業利益、純利益は0.2%から2%に増えたんだ、えその !V 字回復じゃみたいなこと。それがもうなんか、しょぼい話やん、それ。しかもオリンピック込みやん、そう考えると、ここで中止になってしまって、まだ0.2とか、まうなるから、ややっていうのはあると。そういうことやな、ああ、そういうこと、それだけのことやね。 もうちょっと言い方ってないこれそれはさっきの信念があるからですよね。うん、ねだから二重の意味でこの人は本当に。うん、でもね、そのさっき一応,リン一応何考えてるのか考えてみたらわかるけど、うん、でもそれ、整合しないんですよね、その、うん、その最初のその,その経済学、国層経済学を信じてるっていう。うんうん ことはある種のそれなりの整合性があるんです。うん、だけど、こっちのやつはさも全然整合性ないんだよね。ないねま特にそのなんか、日本国内のコロナ感染が国本国内の事情と言ってるとかっていう段階でもう。あ<青や>、<laughs> のもうそのテレビピーンですよ。そんなんね。<laughs> 確かに <laughs>。とんでもない。嘘を垂れ流したらさ。 いやでで冒頭に紹介したさイギリスはさあのワクチンを打っていても、うん、まあインド株と言われていたデルタ株でねこの広がっていて 2>、うん、で2週間で感染は2倍 2>、うん、でえロックダウンの緩和に関してはちょっとやめようかなってボリス・ジョンソンが思ってる、うん、でもあれはえ日本国内の事情らしい竹中平蔵に言うと頭おかしいやろ、ね、それは。イギリスで もしもこれロンドンオリンピックやったらどうすんのよね。うんうん、この状況でやるがないよな、きっとな。やるんでしょう、イギリスでこれなん <laughs> あ無理や絶対無理や、絶対無理や、うん、無理や,やっぱりその日本はな。んだかんだ言って、うん でもそんなに低くないでしょう、もう、だって世界標準から見て、日本の感染者数って、ちょっと調べて、イギリスと今、いい勝負なんですけどね、うん、イギリスといい勝負ですよ、だってイギリスが1週間、1日あたり4000人ぐらいって言ったじゃないですか、うん、あれって、イギリス人口、日本の半分ぐらいですから、日8人ぐらいですよ、うん、今どうなってんの、日本は。日本はね、えー、っと、日本は、あでも2500人かき、き、えー、っと6月4日段階で。 ああだ,だいぶ減ったんやねイギリスよだいぶ下に、うん、ぶでもさワクチン打ってさうんあのー、増えてるイギリス見ててさ「うん、えー、大丈夫やろやろ」って思えるか <laughs> いやそれだからなもんなあ、うん、んないヨーロッパ人はあかんねんみたいな <laughs> 日本人と違うからみたいな <laughs> そ,ういうそういうふうに思ってるとしか思えない、うん、不思議だね でも竹中平蔵さんって本当にすごいんだよな毎回新刊出たら俺読んじゃうもん何が書いた <laughs> いやば、まあ、あのちょっと待ってちょっと待ってやえー、っとねこの前は何かあすごいのはあったんやけどいや毎回あの簡単に言うと嘘が書いてあるんですよ でもね、いやそのねその嘘の書き方がね、巧妙なんですよね、たた<ー>タイトルからしてやばくないですか、考えることこそ教養であるっていうタイトル。あ、それな、む、うん、ちゃくちゃ書いてあったやつな。いや、これ、すごかったよな。ここにさ、172ページに、東京オリンピック・パラリンピックは開催すべきか、中止すべきかっていうふうに書いてあって。 でここはですねねあのーねえー、主催者はね、えー、どこでしょうと、誰が主催者なんでしょうかっていうふうに書いてあるんですよね、でそれは国際オリンピック委員会ですねって書いてるんですけど、うん、東京都はですね開催都市契約を結んでるんで、あのー、本来はですねオリンピックをね、えー、無理って言ったらできないんですよ、それは。そ,そうだよね、うんうん だけどここにはですねあの日本からお願いしたのに中止しますとのあと発言するのは筋が違うっていう風うに言われる。意味がわからない。意味がいとは何かっていうね。<laughs> いやーこれねー。<laughs> すごいな。あのまあだからあの私。まあそれは多分パソナパソのに被害があるからやめてくれって思ってるよね。うんまあ、まあパソで被害があるかかるんでくれでしょう。<laughs> <laughs> はあもうでもさあなんかこの私。 すごい悲しくなるんですけど、ここまで魂を打って、信念をにじくれさせて、大臣までやって出世してですね、うん、役員報酬、確か1億もらってないんだよね。うーん、<laughs> <laughs> そら、そうだな。しょうがないです。しょうがないですよね。でで <laughs> じゃあ、株で儲けてるのかっていうと、竹中平蔵さんはですね、うん、えっと、確か。 南部さん創業者の南部さんが三四割持ってて高中冷蔵さんは零点五パーしか持ってない。ああ、まあそれはまあそうやん。そう創業者とは違うの。うん、でも零点五パー、零点五パーって結構長くじゃないの？えー、パソナの時価総額四兆円所かパーソナの<ー>、えー、時価総額えーえー、っとパーソナの時価総額は七百六十くらいですね。ってことは？えっと一パーセントら三億くらいや う 0, てそうか、それはサラリーマンの生涯賃金とかとあんまり変わらない。<laughs> <laughs> ここまで努力して、<laughs> ここまで魂売って、<laughs> ここまで有名でそんなもん、そんなもん、そんなもんでぜ3億の資産とか、まあ他のかき集めても10億いかんみたいな感じだそんなもん、そんなもん、そんなもんですよ。それって中小企業でちょっと一発開げて、あってたらすぐ行くよな。で行く、うん <laughs> もうん、なんってことだ。寂しいなあと思って、これ、高値。上党がさ、のあの一兆円ぐらい持ってたらさ、ロシアの新興財閥みたいにさ。<ー>いや、俺もあった、悪いことして、儲けなかったみたいなふうに思うんだよ。そのね、その金なんか目じゃないんだって、思ってると、なんと思うよ。うん、あ、それは金のためやってるんじゃないんだい。権力が大事。うん <laughs>。違うくて、その、多分、金なりには真理の。しし貫い、信念を貫いてるつもり。<laughs> 笑っちゃうよお前信念を貫いてるつもりだようでございますか <laughs> って感じ、うん、だから先に立場があってそれに合わせて現実を組み立てるっていうのが、うん、その澤高光的に言えばそれが経済悪いじゃないですかでそれを貫いてるわけですよ、うん、でその場限りのリりくつを並べるのが自分の仕事で,、うん、でそれを貫いてきたとすごいね金は目じゃないんだみたいな、うん 何が目なんですかみたいなことだけど <laughs> 俺でヘリクツは真理なんだってことか <laughs> まあそんなでその量ヘリクツを並べ立てる基準はパソナーなんですよね、うん、常に <laughs> でそれは別にパソナーをあの会社を儲けさせようと思っていったわけじゃないと思うけど、うん、彼が構成していた真理というものは、うん、それに合致してたんでしょうね、うんうん それがそれがその、うん、時代的に小泉内閣の、ね、内閣とか、うん、内閣とかそういうものとマッチしちゃったもんだからですねんかあのそういう <laughs> 勘違いが現実になってしまっていやすごいなうんやるかやらないかがさその まあそんなへ理屈をよくこねられますよね。ねそれ先にやって後からこねてるへ理屈でしょもうそうですね。うん、うーんいや、まあ、ちなみにパソナの竹中さんはですね、YouTube チャンネルやってるんですよ。はいはいはい。チャンネル登録数3.5万人っていうですね。おお、私ら多いな。<laughs> まあそうやけどさ。私1.5万人 <laughs> い。そうやけど、権力が違うでしょ。<laughs> だいぶ有名人とだいぶ連れてますけど、私、い <laughs> ろいろね、くにやってないっていうのはあるの,あの ?YouTube は,結最近 <laughs> YouTube は、ね、結構、そういうあの竹中平蔵とか権力者がやったときに、どれぐらいの結果が出るかっていうのが、すごく、もろに出ちゃうんですよね。出ますね。うんだって、再生回数1か月で70万回ですよ。 うーん一月万冊は1150万回でした、ね。こいつは個人で頑張ってもちょっとののの超えられそうやね。<laughs> 個人で頑張って十分超えられる70万回 <laughs> <laughs> へえ<ー>。まあだから、あの少ないね。な魅力がない人なんです。うん、うんでも多い、かからられてるからな、うん、権力があるけども魅力がない。でも権力にいるから、権力にとって魅力があるから、ええー。 そこに置かかれててるる人ってたくさんいるからね、うん、しかしこの竹中平蔵今調べましたけど、70歳なんですね、怖くないんだ、コロナ。いや、結構、ね、なんで平気なんだうもうまあワクチン打ったから平気じゃんみたいな感じ。ねパソナにはあの、もうワクチン優先的に打たせんねやみたいな。うーん。分からん。なんで,でこんな平気なん、うん、高橋さんも結構だ、5年でやつと思うねだけど。二階さんとかが平気っていうのはもう信じられへんね,ーね、うん、82やんっっけな うん高橋ち六65歳。まだあれけど、でも,もう65歳だったらかかったら数、数の確率で死にますよね。うん怖いよね。まあ何か、そのかっこそのサイコロ <laughs> いや。まあ、このコロナのね、状況を見て、不思議だなって。 あの思うけどこの権力者のこの自信満々っぽりっていうのがうんうん、まあ、トランプもそうだったよねそうですね、うん、まああれはでもなんというか、うんうん、あのー、整合性が取れるあれはあれあれで行くことにしたじゃないの？まああのー、実際にドキュア、あのー、ノンフィクションでジャーナリストのねうん、うん、えっとボブウッドワードとかには取材には答えてて いやマジめっちゃ怖いと思ってんねんけど俺しなんかもうこっち方面でた,ただの風の路線で行くしかないと思ってんねやは大ごとにしかないし <laughs> とかって言っといて自分が大ごとにしてるっていうね <laughs> 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 あれすごかったなああれは彼の計算から言うとそうすざるを得なかったんでしょなんか気持ちわからんでもないねんけどね。うん うんまあ竹中平蔵なんで<ス>、まね、パソナなんかさ、うん、PCR 意見とかいくらでも作れたよねねえほんとそうよパソナの総力を上げて PCR 検査をするビジネスとか立ち上げてさ、うん、公共事業にしちゃえばさ、うん、もう利益率2割とかいったよもういやー絶対めちゃめちゃ重かったと思うけどすみさん はい私は大きい人材派遣の会社のとこいっぱい知ってるからあんまり言えないんですけど、えー、そんな頭回る人おらんって残念だあんまりこれ言うと知り合いが見てたら怖いんだけどあ、えー、あの<ー>あの基本的に求人広告を出す人を集めるうにゃーんって騙して、えー、っと派遣する。 ここに特化した能力だけしかないんですよ。<laughs> むにょむにょしかできない。<laughs> ここしかないので、それの人に、あの、まず、P. C. R. 検査の力を作ってとかっていうふうに考える。元気はない。そうか、まず、こう、かすやろな。そういう、そういう、ある人は、私みたいに、さっさとやめてます。人材派遣会社。うん 普通に考えて営業利益が1%とかしか出へんねんで、<行>そんなビジョやってほうがおかしいやないか<ご>い <laughs> おかしいでしょ、スーパーそれだけ権力にするよってその比率ってすごいよね。銀行、もうちょっと上げてるよな、うん。うん、銀行は、だってトヨタですよね。あ,あれ、売上げが難しいからね。うん、あれやけど、でも利益やっぱり出てるな。トヨタはえっ、ー、と10%か8%かそんなもんですね。うーん。利益率的に考えたら。まあでもな、この、でもこういう。<laughs> 竹中平蔵がべくそはなくそ笑う感じで尾身会長の発言を痛烈に批判してるっていうこの構造でこれでもし、えー、尾身さんが辞めたら、えー、おまじで、えー、操り人形の人だけが残るわけだよね今多分この土日尾身以上にできる人いないかもしれない、うん、いないでしょだから今この土日におみ、うん、尾身さんに 猛烈に電話がかかってきたり猛烈に接待がされたりして「おみに気づけお前はただのあつり人形だろ!」っていうふうにあのアピールがされてるはずですう,ーんうんいやーだからおみさんの代わり合いないと思うな、まあ、だってまあいたらおみさんもやめたいやろあれあとはだってさちょっとだぼかしい人になってくると思う、ねうん、なんかあの明らかにちょっとこれ。 ちょっとこれやばっゃ、山下クリニック系になってくると思うんですよ。あの,、ね、あのあれ以上になってくると。うん、確かになぁ。お<ー>それきつい、ね。さすがにそうはいかんやん。文科会の会長、高須さんにお願いするとはっいかんんよ、<laughs> 確かに。<laughs> っていうか、あ,の、えっと、あれ、えー、偽造署名問題で逮捕されるかもしれないからさ。うん、そうそうそう、うん、ああいう感じになってくるよね、うん、もうこれ以上。 これ以上そそれ以上の何でもガッツある人になってくるとうんで,うんでもうちょっとばしな人になってくるともう東京都の医師会長とかがさ、うん、もう頼むから勘弁してくれみたいなことになってきてるわけですよねあの人らなんかほんまもう権力の中枢にいる人ですよね、うん、だって自民党支持だからね日本医師会だってうんそういう人がさもう 頼むからやめて医療が崩壊するって言ってる段階なわけですよ。<laughs> だからその尾身さんの代わりっても難しいと思う。あれですね、余人を持って代えがたい。もう余人を持って代えがたいレベル。<laughs> 今日あのだいぶ竹中平蔵でごちそうさまですって感じになっちゃったんですけど一応イギリス変異株の怖さをイギリス変異株じゃないそういう話やったらそういう話をするはずやったそれが大事やったけどデルタ株って何とかそういう話をしようと思ってたんやけどつばみに用意した竹中平三が美味しすぎて全員こまでいかなかったちょっとすごかったなちょっとすごかったな とんでもないことになってきてるよ、ね、んなよよ <laughs> <laughs>。とんでもないことになってきてるよな。んとんでもないこととにななってきてきいいるんでも人やけどさ、もともと、レベルがなんかちょっとやばくなってきてるでもいやー、変異ウイルス怖いな。だってこのイギリスはさ、ワクチン打ってロックダウンもしてるのにさ、1週間で6割増加なわけですよ。 うん、でロックダウン解除に慎重な対応してるわけですよ。<え>で、ワクチン打ってない日本が、これであの、えー、海外からの観客をまあ入れなくなったものの IOC 関係者、メディア関係者10万人ぐらい来て、さらになんかあの国内関係者はさらにそこに30万人やってくるっていうね。いやー、もうちょっとなんかね、もうだから、あれでしょ、えあのそのそデルタ株とかになってくると、もうすれ違って。 ただ、けでも、どんどん移る感じなんで、うん、なんか、あの、もうちょっと正確に言うと、そのエスカル、エレベーターに乗った感染者が。うんうん、で、そのエレベーターが、から感染者が出て行った後に、えっ、ー、と、別の人が入ったら感染したっていう事例とかもあったね。うん、あるんですよね、うん。それがすれ違ったってわけでもっていう。のその、い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 、それにかかった人が、うん、埼玉県の40代の女性が、あの、肺全体に広がって。 その人なんかもなんでうつったのかもう分からんらしいんで職場には行ってはったんやけど、うん、職場の服と買い出しぐらいしかしてなくてあとはこもっててマスクして一生懸命消毒してとかやって,やってたけど、うん、もう何の関係もなかったんですよねこ、うん、だからねこれマジでずっとずっとはビビっている、うん、あの、うん、通勤電車パンデミックあ の可能性で来てる、ね、そ,っかそのエレベーターで映るだけやったらさ、うん、通勤電車でなるほどなうん映る可能性中もありますよねエレベーターで行くんやったら、うん、あるよ十分ある <laughs> だマスクしてても通勤電車で車両ごとパンデミックとかっていうようなことが起きかねないタイプのもんですよね、うんうんうん そんなの起き始めたらもうパニックでしょう。こわ <laughs> 東京、うん、<laughs> そうあれのか、かそこでオリンピックとかあったらもう。<laughs> って感じで、笑うしかないわ、うん、もんな。世論間違ってるんですよね、もう,もういやー、まあ。世論間違えるんだ世論間違えるんだって。 俺ががお前,お前が間違ってるやろなてどう考えても今パ,パソナの社会長とかしてるの間違ってるやろ判断力がないのを示してるぞほら <laughs> うんんんもうちょっと違う業種あったやろ <laughs> <laughs> いやあの人しかもさ店長と金融畑だったはずなのよねもともとそれなのにさなぜ そんなれはだから、それはそのそのの正社員を廃止すれば経済発展するという信念に基づいてる、その間違った信念に基づいてるからさ、なるほどね、間違ったことになるわけですよ、<ー>これがだから、そのイノベーションを起こすにはどうすべきであるかっていうふうに考えてですね。イノベーションを起こすには、うん まずその人々の生活を安定させたり、うん、起業し、挑戦をしても大丈夫なんだっていう安心感を作ったり、うん、でそしてその挑戦したいという意欲を要請したりとか、そしてそういう人をサポートしたいとかっていう政策を取らねばならないんだところ信念に基づいたら、どちらかというと、銀行ややりそうやなそれはまあも,うもう新しいイノベーションビジネスのね。うんうんうん ベンチャーベベンチャーバベンチチャャーーバキャピタルとかを起こしてたりする方に行くと思うねんだけどそうじゃなくて正社員をなくして首切りしやすいようにすれば経済発展すると信じたからそっち行ったああそういうことかそう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 だからその信念に基づいて行動して利益は度外視してるわけですよ、うん、なるほど <laughs> <laughs> なんかもう二重三重にかわいそうな人やな俺信念が間違うとるんですよ<ー> そんなわけで今日はイギリス変異株あいやいやイギリスで発生してるねあのインド変異株、うん、デルタ株がやばいなどうしようっていう話をしたんですが竹中平蔵に全部持ってかれました持ってかまれたら、はいまあ、デルタ株っぽいなうんまあ,あデルタ株っぽい、うん、<laughs> 頭に変異しちゃってるかまあ怖い感じがするの <laughs> まあやっぱりあのこういう間違った信念をね持てば持つほどね声はでかくなるから 俺は楽しいんだーとかっていうやつほどこいやばい <laughs>、まあ、そんなわけで、えー、そういうあの経済学ね安田、えー、さんがあ書いたのが、えーえー、経済学うん。経済学の船で読んでから竹中平蔵の本読んだら結構楽,、ねうん、楽しめる楽しめるこれねよろしければ買ってほしいなーって思いますよねあの生きるための日本史が最新刊だけど経済学の船でも とってもいい本なんでぜひ買ってほしいなって思います。買い方に関してはこの下に書いてあります。まあそんなわけで今日も読書っていうことでチャンネル登録といいねよろしく安富さん皆さん今日もありがとうございました